今日は、皆さんにカリグラシのアリエッティの音楽の作り方についてお話ししてみたいと思います。カリグラシのアリエッティ音楽を担当しているのはフランスに在住のセシル・コルベルさんという女性です。彼女がこの音楽を担当していることもあってですね、これまでと、音楽の作り方を少しだけ変えています。これまで、ジブリ作品の音楽というのはだいたい尺が決まってですね、シーンが決まったところでですね、作曲家に依頼して、作曲家の方はまずシンセサイザーで仮音っていうのを作ってきて、これをまたこちらでと一緒に打ち合わせをしながら最終的なものに仕上げて、それをまあ後日ですね、オーケストラをホールに入れてですね、生音を取って、それをミックスしてですね、音楽に仕上げていました。今回セシルさんがフランスにいるということで、音取りっていう作業は全てフランスで行っています。フランスのスタジオで収録したものを、パートごとに弦楽器だとか、ハープの音とか、打楽器の音とか、そういうパートに分かれたものをですね、データとして丸ごと日本に送ってもらいます。送り先がですね、この前お話した音響をやってもらっている笠松さんのところのコンピューターです。そちらに送ってもらったデータをですね、笠松さんがいろいろミックスというバランスを取る作業をしてですね、こちらと打ち合わせながら、このシーンはこの音を繰り返してもっと伸ばそうとか、ここはフェードアウトしようとか、ここはこの楽器を強調しようとか、そういうバランスを取りながら音楽に仕上げていきます。まあ、こうして出来上がったものなんですけども、最後には、アフレコをしたセリフと効果音とその音楽と3つをバランスを考えながら、取材選択っていうかですね、ここは音を外しましょうとか、ここは音楽を強調しましょうとか、ここはもうちょっと伸ばしましょうとか、そういう最終的な判断を行ってですね、仕上げていくのが今回の作り方になると思います。今日はアリエッティの音楽の作り方についてお話ししました。